タカチャンネルの動画ショー。お口くちくちもんだみん、こんにちは、タカです。今回紹介するのはこちら、 SH フィギュアーズ仮面ライダーアマゾンネオです。このね、アマゾンネオ、仮面ライダーアマゾンのシーズン2の映像が解禁された時に初めて見た時、僕ね、びっくりしました。ほんとね、こんなかっこいいライダー作ったんだと思ってね、もうね、びっくりしてね、メンタを研いでました。仮面ライダーアマゾンズ、まだ見てない方、早急に見てください。それでは早速、行ってみー、ヨーヨーヨー。はい、というわけで、仮面ライダーアマゾンネオでございます。すごいよ、ほんとリアリティがね、半端ないっすよね、ほんと。パッケージ裏面、はい、かっこいい、めちゃくちゃかっこよくない？こことかもう、こういうのとかさ、なんか構えてるところがもうすごいかっこいいよね。この顔もかっこいいしね、このなんかサメっぽい感じがしますよね。このアマゾンニューオメガもね、武器パーツ、こういう武器パーツがね、ついてるんで、これでもう敵をめっためったにするんすよね。はい、これはすごい。いい感じでしょ？はい、こうやって、このポーズもいいよね。なんか叫んでる感じがしてね、はい。で、よろけた感じとかね、こういうポーズもあったりして、はい。これ以外のポーズ、ちょっと考えないといけないな。というわけで、パッケージ。ぐるっと見渡してみましょう。はい、こんな感じでですね。はい、このアマゾンネオもかっこいいね。惚れるわ、これはすげえわ、マジやばいね。はい、しょ、これちょっと開けてみましょう。こちらから開けていきます。よいしょ。はい、さあこっから、はい、こうきました。はい、全体図はこんな感じで、ちょっとまずは本体はちょっと一旦置いといて、はい、手首パーツが1、2、3、4、そして武器付きの手首パーツが合わせたら合計5個の手首パーツがありますね。そしてインジェクター、アマゾンインジェクターがあります。はい、こちらがアマゾンネオブレード手首付きでございます。はい、かっこいいね。このね、トゲトゲしさがね、触っててちょっと痛くはないんだけどね、割とツルツルした感じがしますね。はい、痛くないように、こういくと、あ、こっちから触ると痛いね、ちょっと痛い。もうブレードのね、細かいところを見るとね、ここほら、ここにね、線がちゃんと斜め線が入ってるんですよね。しかもここにも点点点点がついてて、点斜め線、点斜め線、点斜め線になってて、非常に精巧にできてますね。ここまで細かくできてるとは、すごいね、フィギュアです。やっぱりすごいフィギュアです。はい、こちらね、アンプルと呼ばれるものです。これは紛失注意ですね。一応アンプルがね、ついてますけど、このアンプル、プル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 アンプルついてますけど、これは予備の付属品でしょうかね、アンプル。はい、よくわからないです。はい、続きましてこちらが、手首パーツ、生々しい手首パーツですね。はい、うん、これはね、すごいよ、ほんと。続いてこちらが、こちらはちょっと柔らかめの感じの、はい、手首ですね。かっこいい、これもかっこよくね、見せるために必要ですよね。はい、意外と付属品は少なめですね、今回ね。はい、アマゾンネオ本体でございます。いやー、すごいね、惚れるね、これ。マジ惚れですよ。すげえな、これ。ちょっとここ、首を上に向けてみましょう。はい、首上に向けるとこんな感じで。で、下にもこう向けられますし、はい、横にもこれ、はい、向けられますけど、あ、ちょっとここ、干渉があるかな。あ、大丈夫だ、大丈夫。はい、大丈夫。横に首を傾けることも。こんな風にグリグリと回すことができます。首はグリ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 回すことができます。はい、いい感じでしょ。ここまでですね、曲げられるとしても、こちらは首はね、逆側も同じです。はい、こんな感じです。はい、いやー、すごいね、これ。ここすだちでも随分いい感じになりますね。はい、こんな感じでちょっとね、今ボディ部分をお見せしてるんですが、
ボディのここのビニールは簡単に取れます。はい、いいですね。こうね、このグリグリと動かせます。はい、前傾姿勢も取れます。はい、ここまでお辞儀することができます。そして上にも向けることができます。ウェイ。そして腕はこんな感じで上に向けられます。そうです、こんな感じで。あ、痛いな。アマゾンでは、ね、トゲトゲしいんでね、なんか RAH っぽいっすよね。なんか見た目がね、ほんと RAH じゃないのみたいな感じがしますよね。スーツがそのまま立体化みたいな感じですよね。はい、フィギュアとしてのスーツをそのままコピーしたような感じのフィギュアですよね。わあ、すごいね。腕の部分もね、やっぱね、細かい彩色がね、施されてますし、ここの色のね、塗り分け、シルバーでもちょっとダークなシルバーだったり、普通のシルバーだったり、色の塗り分けがありますね。ちょっと塗装のハゲかな、これは。白くなってますね。ちょっと塗装のハゲがあるけど、まあ、しゃあないかなって感じですかね。こんな感じで、腕はこんな風に曲げられます。なんてこったーって感じもなんか、こんな感じもできますしね。腕穴部分もね、リアルにできてますよね。続いて下半身のアップ、はい、こんな感じです。足もね、開けるし、ここのね、ネオアマゾンズドライバーもすごいかっこいいよね。ここのクリアパーツ、黄色のクリアパーツ、すげえ、なんか生々しい感じがしますね。なんかね、心臓部みたいな感じですね。はい、生物系となんかね、機械系が混ざった感じがしますよね。あとここのね、傷跡見たのがやっぱりね、父親譲りですよね。さあ、そんなわけでこうなってまして、後ろもリアルですよね。リアル、リアリティを追求したフィギュアですね、本当にね。足もね、こう見てみましょう。ここもグリグリ動かせますしね。すごいなんか走ってる感じが出てますね。一通りちょっとね、動かしてみましたが、あー、パーツは取れちゃった。はい、一通り動かしてみましたがね、フィギュアーツは素晴らしい。はい、じゃあちょっとね、ポージングつけて遊んでみましょう。はい、こんな感じでポージングつけてみました。はい、やっぱり仮面ライダーといったらライダーキックですよね。はい、でもアマゾンズじゃこのね、ライダーキックはない、なかったですね。ライダーキックはやってなかったですよね、アマゾンズが。だからこそこのライダーキックなんですよ。このライダーキック、かっこいいね。じゃ続いてちょっとね、ポージング取らせてみましょう。はい、こんな感じで親子を並べてみました。はい。やっぱりね、かっこいいね。やっぱアマゾンズってかっこいいよね。昭和のアマゾンを踏襲したデザインのね、お父さんと比べると対照的ですけど、でも傷跡みたいな部分がね、ありますもんね、このね、アマゾンネオにはね。両者がね、睨み合ってるシーンが、これはすごい、かっこよすぎる。両者睨み合いを続けております。さあ、どっちが勝つのか、って感じです。さあ、次のポージング行ってみましょう。ゴー！はい、こんな感じでポージング取れました。すげーなー、これ。やっぱりこのね、アマゾンブレードを持ったか、アマゾンネオはね、最高だね。はい、戦いのシーンですね、これはね。はい、体現できてますね、すごくね。はい、はい、こんな感じで、すごいね、戦ってるシーンが再現できますね、これで。はい、こんな感じで、はい、はい、こんな感じで、おー、いいね、いいね。両方武器持たせてかっこいいね。戦いのシーンが再現できるね、これね。はい、これは素晴らしいね。武器を持たせるとやっぱ仮面ライダーはかっこよくなりますよね、やっぱり。武器のね、魅力ってすごいですよね、このね、ライフル銃みたいな感じなんですね、アマゾングレードとかね。はい、すげえ、かっこいい。こんな感じでね、はい、いつまでも見てられますね、これはね。はい、すごい。はい、こんな感じで、はい、プレミアムバンダイからもう発送されてると思うんですが、
最後の審判セットっていうのがねあるんですよね。はい、並びシーズン2の並びですね。はい、これがもう血まみれになってるんですよ。アマゾンアルファとねオメガがね血まみれになってる状態の、戦ってる最中の劇中再現したもうフィギュアになってるんですよね。はい、もうここに集結しまして、アマゾンズ勢がもう完璧に揃えましたね。はい、この2体がね、あの血まみれ状態のやつ、最後の審判セットっていうのがね、受注期間も終わりまして、発送されてるかと思うんですが、予約された方はね、はい、買った人には申し訳ないけど、あれは僕はいらないかなと思いました。はい、壮観だね。はい、素晴らしい絵になってますね。はい、ぜひねプライムビデオでね、契約してる方はねプライムビデオで見るかね、あとレンタルビデオでもあるんでね、見ていただきたいなと思います。Amazon Neo ですね。Amazon Neo のね開封レビューでした。はい、というわけで聖地フィギュアーズ Amazon Neo の開封レビューでした。最高だね、かっこよすぎだね、素晴らしいね、もう言葉がいらないぐらいのレベルです。最高級フィギュアです。はい、やったぜ。次回もまた見てね。よろしくね、よろしくよろしくよろしく、グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。